バイハッキ・カイザンはシンガポール代表のサッカー選手である。S リーグタンピネスローバース FC 所属。ポジションはディフェンダー。シャーリル・イシャクやハッサン・サニー、カイルル・アムリと同様、シャーリルは2000年にシンガポールサッカー協会の第1期生となった。その190センチメートルに及ぶ身長と冷静さから注目され、2003年にゲーランユナイテッド FC と契約、これがプロとしてのキャリアの始まりとなっている。同国元代表のリム・トンハイの技術を学び、ヤングライオンズに移籍し、キャプテンとなると、俊足を持ち味に頭角を現し、現在でもそのあたりの強さと敵の前進を阻むアプローチで国内随一のセンターバックとして名を馳せている。2007年のシーズンは国防省が兵役のために自由な出場を拒否し S リーグでの活動機会を逃すところであったが許可が下りたために数ゲームの後に出場することができた。しかし翌2008年にはこの問題が再燃し再びゲーランユナイテッド FC に移籍したものの、兵役によってキャリアが積めなかったため、初めの数ゲームを欠席した。2012年、クアラルンプール戦のバイハッキその後、インドネシアに渡り数チームを転々とし、2012年に帰国し、シンガポールライオンズ12に移籍した。帰国後最初のゴールは、同年1月10日のケランタン FA 戦であった。2014年、バイハッキは4年契約で、マレーシアスーパーリーグ所属のジョホールダルルタジム FC に移籍した。しかしながら、4月18日の試合以降は登録外となり、彼のポジションはマルコス・アントニオ・エリアス・サントスにとって代わられた。そして5月にはライオンズ12に再加入することとなった。彼の放出に際しては、ジョホールダルルタジムとの契約上、同チームと対戦しないことが義務付けられた2015年には、マレーシアプレミアリーグに所属するジョホールダルルタク、ジム 2FC に復帰し、残りの契約を熟している。2018年は、マレーシアのクアラルンプール FA でプレーする予定であったが、契約する直前になって、タイリーグ1のムアントンユナイテッド FC からオファーが届き、同クラブと契約。しかし、加入してすぐにタイリーグ2のウドンターニ FC にローンで放出され、そこで1年プレーした。2019年1月11日、タイリーグ1のトラート FC と1年契約を結ぶ。2020年1月4日、タイリーグカップ王者の PT プラチュアップ FC に加入。2020年6月14日、タンピネスローバース FC に移籍した。シンガポール代表としては2003年8月4日の対香港戦でデビューを果たしている。2005年の東南アジアサッカー選手権や2007年の東南アジアサッカー選手権では優勝に貢献しており、特に2005年の選手権では主将として U-23 代表を率いたほか、2007年の東南アジア競技大会ではチームで銅メダルを獲得している。2012年の東南アジアサッカー選手権では、タイ代表を下し優勝するときに得点を挙げている。バイハッキは国際試合に100試合以上出場しており、その記念すべき100試合目は2013年9月に行われた中国代表との親善試合である。同年12月には FIFA センチュリークラブに登録された。バイハッキの父、カイザン・ムフドは、彼が3歳の時に亡くなっている。また、姉と弟がいる。バイハッキは2007年4月1日にシンガポールの客室乗務員であり、女優で歌手であるノルファサリーと結婚した。第一子であるミカバジルは2009年4月24日に生まれ、第二子であるモザアリカは2011年4月に生まれている。また、内装のデザインやリノベーションを請け負う企業を2013年4月に立ち上げている。また、その1年後には温泉事業も開始している。シンガポールライオンズ12シンガポール。ありがとうございます。